はい、ここ松本駅、上高地線のね乗り場であります7番ホームですね。このね、ちょうどここですね。このホームの感じも全く一緒ですからね。はい、今日はですね、この松本、上高地線に乗ってですね、新村駅まで行きまして、そこからね踏切までね行ければと思っております。はい、電車ですね。はい、電車売り場みたいのもあるんですけどね、正面にね。ここ一緒ですね、全くね。はい、座ってますからね。はい、っていうのもここ、座ってる2人いるんですよね。後ろのね、建物も実はねまだ一緒なんですよね、これね。ちょっと止まって見えますけどね。でそのまま、この辺で頭ゴッとこけますよね。でここその子がここをガーッと走ってって、ねここでねもうあー行っちゃったーみたいな感じでね、ここを見てるとね、ここね新村駅となってますね。実際はね、砂の荒い駅なんですけどね。はい、こんな感じです。いやー、あのね26年経ってもね、このね駅の感じは全く一緒なんですよね、ここ。はい、でもねこの新村駅を出てですね、そのまま出てこの右に曲がると、あの例のね、あのここからもう本当に200-300メートルですぐに新島駅から、2つ目の踏切なんですけど、渡るがねこう間に合うかなって時間を見た踏切がここなんです。ちょっと反対から見るとこんな感じですね。はい、どうでしょう、ここからね渡るがこう歩いてるんですよね。場所がここで、なおかつ2人が出会った、踏切は向こうと。いやいやいや、はい、あのねここの左の方から、その子がずっと走ってきてね、でここに、こうしゃがみ込むわけですよね。はい、ちょうどこの位置ですね。そしてですね、反対側の方から渡るが走ってくるとね、ここ歩いてきて、はい、ここでねこう2人がね抱き合うとね。はい、電車に乗ればね松本駅から20分で来れますね。はい、またねちょっとね新村駅なんですけども、新村駅から左に曲がると、その子がねあの線路脇を走るシーンがあるんですよね。あ、その交差点を左曲がりますね。はい、前に一つ踏切見えてまいりましたね。最終話ですよね、夢見る頃を過ぎてもの、その子が車に乗って、踏切待ちしてる場所が実はね、ここってことに気づいたんですよね。後ろに見える建物、あの建物わかりますかね？あの建物も映ってるんですよね。ということで、ここでね、ここでその子の車が待ってて、後ろにね、そのまま新村駅が見えるわけなんですよね。はい。ということでね、その子がね、ちょうど、まあ、そんな感じですね。でさらにじゃあ今度まっすぐ行きます。右に曲がりますね。はい、見えてまいりました、ここですね。もう新村駅からすぐの場所なんですけど、道をですね逆から見るとですねこんな感じなんですよ。あの三角の建物ありますよね、この建物がやっぱりね出てくるんですよね。でねちょうどね向こうに踏切もあります。だからこの位置関係がねぴったりなんですよね。というわけでね、新村駅から本当にねすぐなんですよ。名神踏切を見た時はここまで来ればね本当にねもう真の白線流しファンですよ。はい、新村駅から、一つ隣の駅なんですね。はい、ここまでね歩いてきたわけなんですが、第4話で走ってる渡るってのがいるんですけど、ここではないかと思うんですよね。どうでしょう。はい、この松入ってくんですよね、入り口があって森口駅って書いてあるんですけど、実はこの駅なんですから、
駅舎自体が結構新しいですからね。はい、まあここではないかと僕は思っております。今ね、松本大学駅前に来てるんですけど、今ちょうどね8時50分ぐらいなんですけど、人すごい。これ今こんな感じでパッと映すとこんな感じ。いやいや、こんなね駅がすごいとは思いもしなかったですね。はい、いやー、まだね学生さん降りてないんですよね。すごいですね。だから本当にあのね3両か4両の電車なんですけど、あの電車にねこんな人数、まだこの人数とこれですからね、東京のね朝のラッシュのねぎゅうぎゅう詰めの電車並みにぎゅうぎゅうなんじゃないですかね。着いたのか。 The final destination, 松本。